クロード・レインズはイギリス出身の俳優。本名はウィリアム・クロード・レインズ。ロンドンのスラム街だったクラパム生まれ、近隣キャンバーウェル界隈育ち。自らの出自に関してはテムズ川の変地と口にしていた。父親は俳優のフレデリック・ウィリアム・レインズ。子供の頃、12人兄弟姉妹の中、3人が栄養失調で亡くなった。10歳でロンドンの舞台、ネル・オブ・オールド・ドラリーにエキストラとして出演したことから俳優を志し、俳優の呼び出し係となる。学校を辞め、新聞配達や路上境界生活隊に加わり、生計費を家に入れていた。1911年にヘイマーケットで配役として初舞台を踏む。その後、舞台監督として青い鳥のオーストラリア巡業に参加。1914年から1年間、メルボルン、シドニーを回り、自身も時折舞台に出演する。帰国後は、折からの第一次世界大戦のため、イギリス陸軍に従軍。その際、戦闘中に敵の毒ガス攻撃により片目を失明する不幸に遭う。1919年に除隊、シェフィールドの劇団を経て、ロンドンの舞台に立ち、働きながら王立演劇学校に学び、この頃に、ジョン・ギールグッドや、ローレンス・オリビエと知遇を得る。1920年に、サイレント映画に出演。1926年には、当時の妻だった女優のビアトリクス・トムソンを伴い、ニューヨークに行き、妻が主役で、彼が配役として、夫妻で、舞台出演する。しかしこのアメリカ巡業で実力が認められ、1928年に、ブロードウェイに主役として出演。1933年にボリス・カーロフの代役として映画透明人間に主役の透明人間役として出演。透明ゆえにレインズの顔はスクリーンには出てこなかったが映画が大当たりし、これによりレインズの名も一躍有名となる。その後ブロードウェイに一度戻るもハリウッドに呼ばれ、1934年に情熱なき犯罪に殺人に手を染める、ラツワン弁護士役で主演、本格的な映画俳優としてのキャリアがスタートする。1935年にワーナーブラザースと長期契約、以来個性の強い演技で、準主役ながらも常に主役をもくってしまうような存在感で人気を得てきた。1939年に、スミスとへ行くのラストには改心する。汚職議員役でアカデミー助演男優賞にノミネート。1943年にカサブランカで要領のいい粋な警察署長役で2度目のノミネート。1945年の愛の終幕。1946年の汚名でも同賞にノミネートされたが一度も受賞には至らなかった。他にも1943年にはリメイク版オペラの怪人のタイトルロールの怪人役で一時的にユニバーサルピクチャーズの映画に出演した。第二次世界大戦後はジョージ・バーナード・ショー自らが脚色した歴史喜劇シーザーとクレオパトラでクレオパトラ役のビビアン・リー相手にジュリアス・シーザー役で主演。1947年にフリーとなり映画出演の傍らニューヨークの舞台に立ち、1951年には舞台ダークネス・アット・ヌーンでトニー賞を受賞した。変わったところでは、1961年にグレン・グールドの演奏でリヒャルト・シュトラウスのイノック・アーデンを録音している。その後は1962年のアラビアのローレンス、1964年の偉大な王の物語に映画出演、舞台は1963年の出演を最後に退き、1967年に内臓疾患のために世を去った。生涯で結婚は7回、4人目の妻との間に、和芽を設けた。ありがとうございます。